リンピックの話題です。皆さんこちらのシーンを覚えていますでしょうか。北京オリンピックでも印象的な場面の一つ、高級セレブ性を叩きますトマサン選手、クレー射撃女子トラップの中山幸恵選手です。娘のメイちゃんを一人で育ててきたシングルマザーの選手です。あれから4年、中山選手は3回目のオリンピックとなりますロンドン大会に出場します。メイちゃんと共に歩んだ道のりに注目。